どうもタブヤンです。ドラゴンクエスト4続きやっていきたいと思います。さあアッテムトに乗り込みましょう。アッテムト鉱山、破滅の時が来たようです。どうした、どうした、どうした、みんな誰か倒れてるぞ。仲間がすごいものを掘り当てたんだ。でもその後突然魔物たちがやってきて、ピサロが奥にいるのか。さあ行こう。また誰か倒れてる。え、屍。怖いな。なんか広くなってるのかな。宝の匂い。なんだ？銀のタロット。トルネコ？神秘的なもの。ものがカードですから。武器としても重宝。ミネアだけ。これは貴重な品。絶対に撃ったりせず。そうなの？あ、間違った。え、装備しても全然弱いんだけど、どういうことだろう。装備してみよっか。道具として占いもできる。あなたの運命をこのタロットに引いてみましょう。愚者の逆位置、思いつきで動くのはやめましょう。いい加減な言動が周りの人を怒らせています。また騙されやすい一日です。ラッキーナンバーは3、ラッキーカラーは白。足元には気をつけて。占いは道を示すだけ。心がけや行動次第で運命は良くも悪くも変わります。さあ旅を続けましょう。どういうことなんだろう。さあ先に進もう。トルネコ匂いを嗅ぐんだ。おお、命の木の実。え、スターク、どこ？隠れてないで出てきなさい。え、エスタークがいるの、ここ。なんかね、敵キャラは、雑魚キャラは弱いんでね。全然大丈夫なんですけど。助けてくれー。おばあちゃんになった。あれ？よし来た。迷ってしまったじゃないか。左。おお、マーニャドラゴラも覚えました。すげえ。でも使い時が難しいよね、ドラゴラも。なんかね、この回から敵が強くなってるんで、やっつけていこう。やばい、ちょっと消耗してきたな。マジックポイント減ってきたね。
変化。おばあちゃん率が高いな。王様か。やった。ああ、大した情報ないね。おー、フバーハ覚えた。これはボス戦とかで役立つよね、フバーハ。いやー、これもう魔法の聖水使っていこうかな。なんかめっちゃ広いんですけど、このマップガンガン行こう。なんだ、やったぞ。オラは宝の山を掘り当てた。あ、倒れてるのか。なんか敵かと思ったぞ。なんか出てきましたよ、広いところに。あ、なにこれ。あ、もしかして回復。いや、助かった。魔法の聖水使わなくてよかったよ。オッケー。あれ、1回しかできないの。いいね、オッケーオッケー。さあ行こうか。なんだここは、まがまがしいな。よし行こう。え、またなんか広いマップになるの。マジかこっから本番っていうこと。だからないのか。じゃあどんどん進もう。メダパにバッタなんか相手じゃねえ。めっちゃ広いねここ。ファミコン版の時にねプレイしたはずなんですけどね、全然忘れてる。どんなんだったかな。もうストーリーも覚えてないしね。トロネコレベルアップ、最大1ポイント10人も増えましたよ。トロネコ期待してるぞ。あ、宝いっぱいある。小さなメダルゲッチュ。魔法の聖水ゲッチュ。お、アンクルホーン、はじめまして。なんかもうこんなやつ、アンクルホーン出てくるってことはだいぶ終盤なんじゃないの、ゲーム。ドラクエ2で言ったらね、あのギガンテスくらいのランクのやつなんじゃないのかな。ドラゴンクエストモンスターズで言うともうね、 A ランクとかぐらいだよね。何？顔色変わったの。おー、やっつけた。経験値も高い。どんどん行こう。宝箱がめっちゃある。なんかねこの壺ね、悪魔の壺っぽいな。あ、違った、よかった、勘は外れた。めっちゃ宝あるやん。確かに掘り当てたね、あいつは。お宝を掘り当てましたね。トルネコも結構会心の一撃出しますよ。アリーナほどではないけどね。え、階段どういうことだろう。あと3個あるんだけどな。わあ、上下に立体的なマップか。だこれ、まがまがしい。こっちは入れないのか。あー、なんかいる。戻ろう。逃げるのかよ。ちょっと待って、こっち行ってないでしょまだ。この下、こっち行ってからにしよう。多分宝箱取れるんじゃない、ここ。
ほら、そんな気がした。こっち来て正解だ。あ、なんか火の玉がいる。小さなメダル。おー、ミミックだった。マジかー。あー、かわされた。ザラキはやめて。あ、ミミックは見事に転んだ。あー、でもザキ、おー、しかしトルネコが口を塞いだトルネコ大活躍。全然当たらない。マホトラはやめて。ザキするんでしょ。ラリフォーマー。おー、ミミック眠らした。でも起きちゃうという。おー、いいね。マーニャちょっとガンガン行こうぜ。おお、いい感じだ。おお、素晴らしい攻撃でしたねなんだよ、小さなメダル落とさないのかよ。こいつ何？我は古より生き続けるエスタークのしもべ。どういうこと？あ、エスターク倒さないとこの宝箱取れないんだ。覚えとこう。これ忘れそうだね。おお、スライムベホマズン、はじめまして。ベホマズンするんでしょこいつそれはまずいな。よし、倒したどれでもやるじゃないか。一応あのエスタークを倒さないと取れない宝以外はもう全部取ったのかな。うん、そんな感じだね。オッケー、行き止まりか。あ、階段ある。あー、ここに出てくるのか。マジか、戻れ戻れオッケー、じゃあエスタークへの道は分かったので、一旦ね、もうちょっと疲れきてるので回復する場所まで戻って、再度もう一度ね、ここに来たいと思います。さあ、戻ってきましたよ。このね、マジックポイント節約してね、あの手持ちのね、薬草と毒消し草全部なくなるぐらい使って節約してきました。さあ行こう。なんだお前たちは。誰か知らぬが、とにかくこれ以上近寄ってはならぬ。すぐさま立ち去れ。いいえ、あれ、エスタークの前にこんな戦いあるのか。オッケー。どうしようかな。ミネア命大事に、マーニャガンガン行こうぜ。で行こうか。ベンガルぐらい倒せるでしょ。ライノスキング強いの。中ボスか。全然いけるでしょ。ウォーミングアップにちょうどいいな。ラリフォーマーいいね楽勝楽勝。楽勝楽勝。よーし、さあ本番か。デスピサロはいないのか。簡単で。エスタークでかいね。祈りの指輪もしかしの時はね。何やつだ、我が眠り妨げる者は。でか
かし S タークは何だって？メッセージスピード手動で OK。 じゃあ命令させろでいこうか。ちょっとね、本気出そう。アリーナ攻撃、トルネコ攻撃、ミネアがクバーハかな。ちょっと攻撃方法がわからないんでね、アストロンしたいところなんだけどね。勇者は不在ですのでクバーハ。そしてどうしよう、ルカニかな、効くかもしれないしね。ルカニ、トルネコは不思議なほどに踊った。エスターグのマジックポイントが18下がった。意味ないんじゃないのおお、ルカに聞いた。エスターグは眠ってる、眠ってるのにこの攻撃力半端ねえ。嘘、これダメだ、やばい。攻撃でしょ、トルネコ。2人はもう攻撃しかないんだよね。さあベホマか、これやばいね。ミネア死んじゃう。どうしよう、防御しようか。防御、あーまた、あフバーハ効かない。あー嘘だー、メガンテの腕輪が怪しく光る。エスタークには効かなかった。なんだそれ終わった。ミニアがいないともう終わりですよねくっそー、回復薬がいないですからね。ドラゴラムしようか、もう無理だもんね。フバーハしてくれるから。あらららら、エスターク強いな。ドラゴラムマジか、効かない。あらららしよう、ちょっと回復役2人いた方がいいかな。相当強いねエスターク。マジかー、リベンジだ